平素より大変お世話になっております。月こもり実況プレイ、今日も続きをやってまいりましょう。よろしくお願いいたします。引き続き鉄おじさんの1話ですね。山であった怖い話、まだ見れていない選択肢をね、選んでいってみようかなと思います。大学の山岳部5人組グループの話で、山にね、登りに来るんですけど、霧が出てきてしまうと。で、その霧の中で先行してね、歩いてる他の登山者を抜くんですよね。で、何回か抜くんですけど、あれ？同じ人じゃないの？って不安になってくると、それでも無視して抜き続ける。これを何回も何回も繰り返していくと、ここですね。最初は自分たちが追い抜いていたはずなのに、いつの間にかその年配グループに追い抜かれたことになっていて、変じゃないっていうのを前回言ったんですけど、一番ね、それでどうなったの？どうかな？変わるかな？よくぞ聞いてくれた、ヨコちゃん。ヨコちゃんは気づかなかったかい？さっき自分があの人たちに追い抜かれたって言ったことに。そう、谷村くんたちは今度はさっきの人と違う人たちに、ん？違う人たちなのか？追い抜かれ続けていたんだ。変わったか。谷村さんはまたあの人たちですよ。一番後輩の気の弱い男が谷村くんにそう言った。峰崎くんじゃない。気にするな。あれは違う人たちだよ。だいたいあの人たちが自分たちを追い抜くことができるわけないじゃないか。谷村くんはそう言い聞かせたんだ。そう言っていると、またあの人たちが谷村くんの横をすり抜けて追い抜いていった。追い抜かれるたびに、吐き気を催すほどの寒気を感じる。谷村くんは口ではああ言っていたけどな。本当は怖くてたまらなかったんだ。谷村、もうこの辺でいいんじゃないのか。仲間の一人が谷村くんに言った。いや、ダメだ。このまま頂上まで行って、そして予定通り山小屋まで行くんだ。谷村くんは強くそう言った。まあもうだいぶ登ってるはずではあるんですもんね。みんなは黙ってその指示に従った。それから谷村くんたちは一言も喋らずに登り続けたんだ。ネームドキャラがまだ谷村くんしか出てきてないね。おい、まただ。抜かれる。誰ともなしにそう言った。みんな緊張で固くなる。効果音。効果音。谷村くんは心臓の鼓動がこだましているかのような錯覚に陥った。谷村くんだけではなく、そこにいた全員がそうだったのかもしれない。今ちょうど谷村くんの横まで来ていた。谷村くんはそれまでなるべくその人たちを見ないようにしていたんだけどな。人間って怖くて仕方がないのに、つい見てしまうってことがあるよな。谷村くんもな、自分を追い抜こうとしている人を見てみたくなったんだよ。怖くてしょうがないのにな。谷村くんはついその人を見てしまったんだ。谷村くん驚いて、一瞬心臓が止まりそうになったよ。これ誰？誰の目なんだよ。その人たちは恨みしそうな顔をして、谷村くんたちを睨んでいたんだ。おじさんたちの目なの、これは。その人たちの顔は頭から。え？頭から流れてくる血で真っ赤に染まっていた。どうして？どうしてこの人たちがここにいるんだ？谷村くんは自分のザックを手で探り、中身を確かめるように撫で回した。手には硬いザックの中身の感触が伝わってくる。仲間のみんなは谷村くんの後ろに隠れてガタガタと震えていた。ゴク。緊張で谷村くんの喉が鳴った。ザックの中には何があるの？谷村くんは顔面蒼白になり、そこから一歩も動くことができなかった。うん。何？その人たちはそのまま谷村くんたちを追い抜いて去っていった。谷村くんは大きなため息をついてみんなの顔を見た。みんな緊張した面持ちでじっと谷村くんを眺めている。
さあ行こう。ザックは何なんだよ。谷村くんはそう言うと再び歩き出そうとした。え？誰？誰の声？わあ！突然仲間の一人が大声を上げた。ああ、峰崎くん。谷村くんが慌てて振り返ると、谷村くんと同じ4年生の峰崎という男が叫んでいたんだ。何なんだよあいつらは。なんであいつらがいるんだ。あいつら死んだはずだぞ。谷村なんとかしろ。おい落ち着け落ち着けって。みんなで峰崎くんを押さえつけた。どういうこと。あいつらって年配グループ。それでも峰崎くんは暴れ続けたんだ。おい、もう峰崎はダメだ。え、こいつがいると秘密をばらしかねない。これ以上連れて行くことはできないな。谷村くんはみんなにそう言ったんだ。みんな黙ったままこくりとうなずいた。虫けらを見るような目が峰崎くんに向けられる。え、どういうこと。おい、なんだよみんな、冗談はよせよ。俺は正常だぜ。ちょっとイライラしていただけなんだ。もう大丈夫さ。な、谷村。これは谷村くんのね。谷村くんはうつむき加減で首を横に振った。その目は狂気に満ちた光を放っていた。やれ。ちょっと待、峰崎くんは崩れるように倒れた後、それ以上動かなくなった。谷村くんたちはその峰崎くんの死体を冷静な目で見つめていた。谷村くんは自分のザックを地面に下ろすと中を開けてみた。するとな、その中には、うわ、え、その中には男の生首が入っていた。それだけじゃない。そのザックの中にはバラバラになった手足が入っていたのさ。誰？誰の死体？ザックの中の首は頭から流れた血で真っ赤に染まっていた。そして恨めしそうな顔で谷村くんの顔を睨んでいたよ。殺人犯、殺人グループだったの。谷村くんはさっき追い抜いていた人の顔を思い出してゾクッとした。その中に入ってる男の顔はさっき追い抜いていった男と同じ顔だった。なんで死体がここにあるのにあいつら歩き回っているんだ。谷村くんは頭が混乱しそうになった。谷村くんはすぐに頭を振って気を落ち着かせた。俺のザックはもう満杯で入らないよ。誰かこいつを入れてくれ。谷村くんは峰崎くんの死体を指差しながらみんなに言った。あ、僕のザックもう少し入りますよ。気軽だな。私のもまだ大丈夫よ。彼らはザックの中を覗きながらそう言った。どんなグループなのこいつら。そのザックの中にもな、バラバラになった死体の一部が入っているんだ。谷村くんたちはみんな死体を運んでいたのさ。その死体は谷村くんたちが殺した人の死体だった。谷村くんたちはいくら追い抜いても現れるあの人たちが不気味でたまらなかったんだ。あ、さっき殺したってこと。いくら歩いても同じことの繰り返し。谷村くんたちは時間が永遠と繰り返しているかのような錯覚にとらわれた。そしてついに耐えられなくなって、追い抜いても追い抜いても現れるあの人たちを殺してしまおうと考えてしまったんだ。谷村くんたちは頭がどうにかなってしまったのかもしれないな。で、口封じで峰崎くんも殺したと。それで実行した。霧の中に人影が見えると、谷村くんたちは大きな石を掲げてその人影に向かって振り下ろしたんだ。へえ。あ、これザックから首が出てる絵なのか。その人影はぱったりと倒れた。でもその人は全く別の人だったのさ。あ、無関係な人を殺してしまったってこと。谷村くんたちはどうしようかと考えたよ。まさかこんなことになろうとは。谷村くんたちは相談した。そしてその死体を隠して何事もなかったかのように下山しようと考えたんだ。幸い目撃者は誰もいない。自分たちが殺したなんてわかるはずがない。そう考えたんだ。
違う話になるな。しかしこの辺りには隠すことができないから、頂上を越えた辺りにある崖の上から捨てることにした。はあ、死体は運びやすいようにバラバラにしてザックに詰めて運ぶことにしたんだ。それでザックの中に死体が詰まっていたのさ。死体6人分？めちゃめちゃ重そうだけどね。谷村くんたちはしばらく登り続けた。それから運が良かったのか、あの人たちに追いつかれることはなかった。もう来なくなったの？そして谷村くんは目的の崖のところまで来たんだ。崖の下を見下ろすと、霧がかかっていて下の方までは見えなかった。よし、ここで捨てよう。谷村くんはそう言うと、自分のザックを下ろしてそれを開いた。その中の生首は相変わらず恨めしそうな顔で谷村くんのことを睨んでいた。気味が悪いな、もう。乱暴者すぎる。谷村くんはその首を殴りつけたんだ。絶対ろくな死に方しないだろうな。この谷村くんは死にそうですね。うわー、谷村くん驚いて後ろにひっくり返った。どうした？こいつ生きてるぞ。首だけで。谷村くんはザックの中の首を指さしながら叫んだ。うん。みんながその首を見てみるとな、その首の目がみんなを睨んでいたんだよ。ギロリとな。ヒン！みんなそれ以上の声を出すことはできなかった。まるで蛇に睨まれたカエルさ、動くことさえできなかったんだ。わあ、谷村くん以外の人が一斉に悲鳴を上げた。ザックの中身は動いたんだよ。もごもごって。その時ってさ、谷村くん以外の人はザックを背負ったままだった。その感触が背中に伝わったんだ。彼らは急いでザックを捨てて一目散に逃げ出した。谷村くんは一人置いていかれてしまったのさ。腰が抜けていたのか立ち上がることもできなくてな。急いで逃げようとしたんだが、足がうまく動かなくて逃げることができなかった。するとな、みんなが捨てていったザックが勝手に開いて、その中身がもごもごと動きながら出てきたんだよ。バラバラな。うわぁ、君よく見るな。この手が最多出演かな、怪異の絵としては。ひえ。谷村くんは這うようにして逃げ出した。その後ろから切断された手がゴソゴソと追いかけてくるんだ。谷村くんはようやく立ち上がることができてな、走って逃げ出そうとしたんだ。その時、谷村くんは何かにつまずいて転んでしまった。いた！谷村くんは何か丸いものを蹴飛ばした気がしたんだ。それはゴロリと前の方に転がっていった。なんだろうと思って起き上がり際にチラリと見てみたんだ。谷村くんが足を引っかいたのは、まあ峰崎くんのやつか。峰崎くんの生首だった。だけどそこで驚いて立ち止まっている暇なんてない。谷村くんは無視して逃げ出そうとしたんだ。喋れんのかよ。よう谷村。ひい。なんとな、峰崎くんの生首が谷村くんに話しかけてきたんだよ。信じられるかい。よう谷村、気がついたかよ。こんなことが。峰崎くんはこう言ったんだ。お前がそんなやつだとは思わなかったぜ。この目の絵が一つの話の中で使い回しされすぎてて、誰の目なのか瞬時に判断するのが難しいよね。俺一人殺されるのは不公平ってもんだ。お前も連れて行ってやるよってな。谷村くんは急いで逃げようとした。でももぞもぞと追いかけてきていた手に足を掴まれてしまって、また転んでしまったんだ。それでも谷村くんは這ったまま逃げようとした。くく、惨めな格好だぜ谷村。そんな性格だったっけ。まあ俺も人のことは言えないけどな。峰崎くんの首が懸命に逃げようとする谷村くんを見て冷やかしている。後ろを振り向くと、峰崎くんの首はゴロゴロと転がりながら追いかけてきていた。峰崎くん以外の死体はもう追うのを諦めたのかな。そして谷村くんのすぐそばまで転がってきたんだ。谷村くん気持ちが悪くてな、思い切って跳ね飛ばしたんだよ。峰崎くんの生首を崖の方にな。すると峰崎くんの首は谷底に向かって落ちていった。倒した。
そして無我夢中で足にしがみついている手を引き剥がして逃げ出したんだ。谷村くんは転がっている石に何度もつまずきながら一生懸命に逃げ出したんだ。つまずくたびに峰崎くんの首じゃないかと思えてな、とても地面なんか見ていられなかったよ。え、マジかよ。逃げ切っちゃった。そうなんだね。結構ね、何の罪もない人の方がたやすくやられるんだよね。つきこもり。そしてとうとう逃げ切ることができたんだ。まだわかんないけどね。谷村くんは座り込んで息を整えた。もう大丈夫だと思ったら急に体が震え出してな。他の仲間たちは逃げちゃったのか、逃げ切れたのかな、奴らも。それまで逃げることが精一杯で震えている暇もなかったのさ。ようやく息も整え、大きく深呼吸した。冷たい空気が肺の中に入ってくる。そうしていると本当に助かったんだって実感が湧いてきたんだ。うん。すると突然、声がしたんだ。お前って本当にひどいやつだよな。峰崎くんか。谷村くんは心臓が口から飛び出しそうになるほど驚いた。それは峰崎くんの声だった。しぶといな。峰崎。そこには峰崎くんの首が落ちていたのさ。崖に跳ね飛ばしたはずなのに。峰崎くんの首は崖を転がり落ちた時に傷ついたのか。皮膚が破れてボロボロになっていた。後ろを見てみな。峰崎くんの言う通り恐る恐る後ろを振り返ってみたんだ。すると、まだあの手足が追いかけてきていた。絶対に諦めないな。不屈だな。逃げられないさ、どうやっても。こいつらのようにね。峰崎くんがそう言うと、谷村くんの上に何かが落ちてきたんだ。それは先に逃げた。あはははは、やられてたのか。仲間たちの首だった。谷村くんはその後気を失ってな。そのまま、帰らぬ人となったわけだ。え、全滅？全滅エンドか。全員死亡。なんすか。まだ続くの。どうだった、陽子ちゃん。面白かったかな。ちょっと待って、みんな殺されたのならどうして谷村って人の体験した話が伝わっているのかしら。それ聞いちゃいます。それ聞く。それ言い出すと、吉尾さんの話 98% そうですけどね。ちょっと待てよ、哲夫くん。その話ではみんな死んでしまったんだろう。どうしてその話がみんなに伝わっているんだ。おかしいじゃないか。安明さんが言うんか。安明さんも同じことを考えているみたいです。冷静に突っ込む安明さん、なんか知らんけど腹立つな。ガッハッハッハッ。安明兄さん、さすがに鋭いですな。まあ、多分みんな思ってはいるけどね。慣れっこだからもう今更言わないだけで。そうなんですよ。自分にもわからないんです。どうしてこの話が伝わっているのかね。ああ、そうか。別にこの話はあれですもんね。哲夫おじさんが、その大学生グループから直接聞いた話とかじゃないんですもんね。冒険家仲間に伝わってる話だもんな。でも嘘じゃないらしいですよ。自分の仲間にもそういう体験をしたやつが多いですしな。さすがに何度も前に現れる人を殺そうとしたやつはいないですけど、本当に不思議な話なんです。なぜか伝わってる話か。さあ、陽子ちゃん、終わり？自分の話は終わったぞ。次は誰の話を聞くんだい。ああ、この終わらせ方はいいな。なんかちゃんと理由付けするよりこっちの方が深みが出る的なね。ところまであるかもしれないね。ただまあ一回しか使えないと思うけどな。この手は。毎回このやりとりされたらね、それはそれでね、えってなりますしね。最初に追い抜いた人たちは何だったんだろうね。あの人たちとはまた別なんでしょう。殺した後に現れた人々とは。全ては謎ですな。じゃあ、あと1ルートぐらい見れるかな。一番最初に見た、次元の狭間でおじさんと激闘を繰り広げる
ルートを始め、割とね見てない選択肢あったと思うんですけど、今ね見たんですよ、見たんですけど、結論としてはですね、変わらなかった、珍しく合流でしたね。あの、何を選んでもおじさんはワンパンワンパンで帰り道に会ってしまったので、うん、鉄おじさんの位置は終わりです。うん、非常に良かったですよね。正直ね、つきこもりの中で、1、2を争うかな。今んとこ、俺の中ではね。あの、山登ってて、なんかよくわかんないんだけど、何回もね、こう、前から同じ人たちが来るっていう。俺、山登りはね、そんなにしないですけど、まあ、想像はつくじゃないですか。その、不気味さというか、怖さは。で、どういう人たちなのかとか、その、繰り返しのね、仕方っていうのが分岐で変わってくるから、ちゃんと毎回怖いっていうね。だから、やっぱね、元になる土台の話自体は、今回の話みたいにシンプルな方が、このゲームの分岐システムの面白さっていうのは引き出しやすいのかなっていうのをね、今回読んでて、そういう感じましたね。うん、面白かったです。ということで、このパートはね、ここまでにして、次回からは3週目、2人目の語り手に入っていこうと思います。ゆかり姉さんね。まあまた、バイト先であった怖い話だと思いますけどね。どんなバイトをしてるのか、どんなバイト仲間が出てくるのか楽しみですね。はい、じゃあお疲れ様でした。また次回でお会いしましょう。さようなら。